次に紹介するのは、取材班があるルートから極秘に入手した映像である。ここは先頃廃業した自己啓発セミナーが勧誘のために作成したプロモーション映像。そこには自己啓発セミナーの講義風景が映っていた。幸福を手に入れるためには2つ大切なものがあります。さてそれは何でしょうか。大切なのか。はい、勇気を持つことです。そうです、その通り。立ち上がって。はい、皆さん拍手。はい、そこのあなた。他人に対して優しくすることです。その通り。拍手。二人ともよく覚えていましたね。人生を成功に導き、幸福を手に入れる2つの要素です。参加費が8万円というこのセミナーを行う会社は、悪質な業者として警察にマークされ始めていた。私のようにいつも元気いっぱいでいる方法を教えます。その秘訣は何だと思いますか。わかりますか。わかりませんか。わかるでしょう。私をよく見てください。大きな声を出すこと。いいですか。これが大切なんです。大きな声を出すと自然と体全体にパワーが集まります。では皆さんもやってみましょう。立ってください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。そっち声が小さい。はい、もう一度。ありがとうございました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 。あれ、ダメじゃないですか。みんなと同じようにやらないと。あなたの人生開かれませんよ。いいんですか、このままの人生で。ここで映像は終わっている。ダメじゃないですか。みんなと同じようにやらないと。あなたの人生開かれませんよ。いいんですか、このままの人生で。元セミナーの人間に聞き込み調査を行ったところ、口から何かを吐き出した女性はセミナーのスタッフでも会員でもないという。ありがとうございました。ありがとう。
すいません、もう一度。ありがとう、ありがとうございます。はい、はい、はい、はい。この女は何者なのか、なぜ画面がモノクロになったのか、今でもその原因はわからないままである。